バンテージの巻き方覚えてんだね、これ曲がなくてそういうもんなんだね。すごい、6年ぶりだね、バンテージ巻くの。本当にそこから巻かないんですね。巻いてない。だってあの YouTube の撮影の時とかさ、はい、コヒとコヒのとこでミット打ったんとか、あれバンテージ巻いてないからね。さあ、マサトチャンネル始まりました。今日はですね、マサトの現役時代の練習再現ということでですね、なんで再現するの？なぜ俺の練習を再現するんですか？マサトさんの練習ちょっと見たいなっていう。練習見たいと、はい、練習してないけど、はい、まさか俺の試合をどっかで組んでるわけじゃないでしょうね。ザマッチ2 ザマッチ2 マサト VS ブアカオ、お？ってこと？それはぜひ見たいですけどじゃあ今日ね、はい、パートナー呼んでるんですよ、はい、パートナー、僕のね、ミットを持ってくれる、はい、はい、僕のシルバーウルフ時代のね、後輩のね、ソーダ君、ソーダ選手、よろしくお願いします。今ね、元ね、ライズチャンピオンでね、で、K-1 にも出て、今なんと34歳にして現役のプロボクサーになっちゃったんでしょ？なっちゃった。どうしたの、ソーダ？いや、やりたくなっちゃって。やりたくなっちゃってソーダ今、現役のね、ミドル級のボクサーだからね。おー、ね、今、新人王中？そうです。そうですね、高校生の頃にシルバーウルフに入ってきたんだよ、はい、俺がもう現役バリバリの頃、うん、それが今もまだ続けてるって、恐るべしよみたいな、はい、ちょっとね、今日はね、ちょっと相田君にちょっとミットを持ってもらおうかなと思って、はい、じゃあ早速トレーニングやっていきましょうかね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。解説者としてこう試合を見てると、やっぱステップワークすごい大事だなとか思うんだよね。こう今かなと、ちょっと軽く、そうです。じゃあまずね、パンチからちょっと打っていこうかなと。はい、お願いします。お願いします。ああ、ブレブレ。打てねえな。ちょっとゆっくり打つ。
ックだけいい。はい。拳痛いわこれ。手痛いね。久しぶりですさ。でもジャブは変わんないですね。やっぱ右の力みは、まあ、多少はあるんですけど。いや全然ブレブレだからね。はい。ジャブが体が速いんですよね。マサさんって。前スパーさせていただいたことはあるんですけど、何回かこう来るのが早すぎるんですよ。気づいたら。来られてるみたいな。パンチの速度が速い。多分足ですね。足が。この踏み込むからね。はい。こういうジャブ打てる選手あんまりないんだよね。はい。このジャブは結構当たるからね。なんかこう見てると、試合見てると、もっと左打てよって思うんだよね。あ、自分が得意なパンチだから。それもっと打ったら試合違う形で作れるのになみたいな。よし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 。難しいね。蹴りだけだったらまあなんか、はい、あれだけど、ちょっと最後気使わないで、まずさん現役の時やらされてた感じでいきます。本気の感じで。本気の感じで。もうずもう何百回と見てきたんで、あの追い込みを。よし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 。はい
はい、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 先輩おもちゃにするもんじゃないよ。はい、したのが、うん、今回アイハーブさんっていうサイトで購入してきました。僕購入アイハーブ、アイハーブさん、はい、なんか世界で約4200万人ぐらいがユーザー数いるらしくて、4200万人、はい、すごいね。日本だと120万人ぐらいが、まあ、使って利用しているサイトらしいんですよね、でなんかナチュラルとかオーガニックでそういうセレクトされたサプリメントとか、うん、まあ、そういうものがあって今回マサトさんにいいかなと思って。アイハーブっていうのは基本サプリメントを扱ってるサイト。サプリメントとかあとコスメとか食品とか日用雑貨とか、なるほど、はい、あるその中にこういうサプリメント系もあると、はい、そうです。で今日みたいなトレーニングの時、まあ、一番いいかなと思って、うんうんうん、はい、用意してきました。なるほど。昔は水だったけどね、昔は水も飲むなっていう教えだったじゃない、はい、うん、ね、30年以上前は。ああそうなんですね、うん、それがさ途中からさ、いやトレーニング中も水分は補給は大事だっていう風になってさ、今じゃもうやっぱりこうトップアスリートはこうやってトレーニング中にこう栄養補給をしながらトレーニングをするっていうのも当たり前になってきてますからね、うん、僕もやっぱ現役中そういう風にしてましたからね。あ、そうなんですね。そうするとやっぱね、まあ、今もそうなんだけど疲れ方が全然違うね。水だけ飲むのとやっぱこう BCA とかそういうこういうねサプリメント系ののものを入れた水を飲むのでは、うんうん、多分シャワーとか入られると思うんですけど、うん、シャンプーとか、ほう、一応こうコンディショナーとか、なるほど、あと石鹸、さっきちょっとお話しました石鹸、あ、そういうのもある。これがフェイシャルオイル、顔に塗る乳、あの、まあ、乳液みたいなものですかね、うん、化粧水とか化粧水みたいな感じ。化粧水大事だからね、俺肌綺麗じゃん、はい、これ絶対化粧水のおかげで。あ、そうなんですね、うん、結構高いの使ってるからちょっと今回僕がオーガニックというか、なんかいいっていう聞いたメーカーのちょっと揃えてきたんで。なるほど、はい、よかったらちょっと、じゃあこれもちょっと使ってみてください、はい、なんともどうだったギフちゃん、オンルキックいけるかなザ・マッチ2ブワッカーポープラムクといけます。いけるかな、ブワッカーも40ぐらいだからな、やっちゃうかザ・マッチ2、うん、おザ・マッチ2まあ、それは冗談ですけど、はい、ということで、はい、この後もですねちょっと下でスクワットやってちょっとトレーニングして、あとはこのねこのシャンプーね、ボディーソープ使ってね、はい、ちょっと体も洗ってみます。はい、そうだそうだそうだ、そうだ、今日のねマサトチャンネルはですね、今はですねミドル級でボクシングに挑戦中のね、挑戦中です、はい、今日相田選手をね、はい、お呼びして、次試合いつだっけ、多分9月くらいですね。
コラケホールから。コラケホールです。目的は何よ、目的は。目的は、あれなんです、僕、キックとか、うん、ボクシングのに特化したフィジカルトレーナーになりたくて。うん、なるほど。で、自分で人体実験してます。なるほど。はい、なるほど。じゃあ、引退後はスポーツトレーナーを目指してと。そうです。まあ、今もトレーナーやってるんですけど、さらにもっと。なるほど。はい。でもあれでしょ、チャンピオンになる目的とかあるの？あ、もちろんです。だからそのために自分で実績を作って証明するみたいな。なるほど、はい、年齢はただの数字だと。そうです。アネスホーストが。なるほど、分かりました。じゃあ曽田君もね、はい、これからの試合も頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんとですね、このアイハーブさんがですね、今回特別クーポンを用意してくれました。2週間限定で7000円以上お買い上げの方全員 15% オフということで、はい、提供してくれそうなんでね、概要欄のリンクをチェックしてみてください。ということで、まさとチャンネル、今日はですね、ザ・マッチ2に向けてトレーニングを開始してみた、はてなでした。さよなら。